B-25PBJ ミッチェル飛行する b 2 5 c n の C41 から12,823号機 B-25 ミッチェルはアメリカ合衆国のノースアメリカン社が開発しアメリカ陸軍航空軍や海軍で運用された爆撃機第二次世界大戦において核戦場で運用された愛称はミッチェル海軍には tbj ミッチェル紹介爆撃機として納入された。本機は第二次世界大戦中のあらゆる局面において用いられ、連合国に敵対するドイツと日本に対する攻撃に使用された。ミッチェルの愛称はアメリカ陸軍の将校ウィリアム・ミッチェル准将にちなむ。なお、アメリカの軍用機のうち個人名が愛称として採用されたのはこの B-25。25 ミッチェルのみである。派生系を含めた総生産数は約1万機。開発は1938年より開始された。初飛行は1939年1月29日。主翼は中翼配置であり、レシプロエンジンを2機装備している。尾翼は総垂直尾翼である。B-25 を運用したのはアメリカ陸軍、海軍のほか、オーストラリアイギリス。 中華民国、オランダソ連を含む国々によって多数運用された。第二次世界大戦中の1942年4月18日に日本本土への爆撃で使用された。また、1945年7月28日にはニューヨークのエンパイアステートビルディングへの衝突事故が発生している。ス -40 本空襲に向かう B-25。25 BB-25H の機種のクローズアップ。12.7mm 機重4丁と 75mm 砲が望めるシャングリラ艦上の PBJ-1H なマイナス40のエンジンをライト R-2600A71 から3へと乾燥した機体。1939年3月1日に飛行。1940年4月11日に墜落し、 創出。B-25R-2600 から9、エンジンを搭載した B-25 の初期生産型。機種に 7.62mm 機関銃を3丁、機尾に 12.7mm 機関銃を1丁を装備し、3600ポンズの爆弾を搭載、可能だった。B-25A セルフシーリングタンク、搭乗員用の防弾板を採用した改良型。 B-25B 機微等の一部友人の銃座を遠隔操作式に換装。イギリスにもミッチェルマーク I として供与された。24機が日本空襲に向けた回収が施された。B-25CB-25B の改良型でエンジンを R-2600 から13に変え、除氷、防氷機能も追加した。 B-25C-1 ブロックからはよくかに爆弾用胴体かに魚雷等採用ラックの装着が可能になるなどの改良がされた。B-25D、B-25C とほぼ同様の機体構成だが、B-25C はカリフォルニア州イングルート、B-25D はカンザス州カンザスシティで製造されている。 世界 -10B-25D の写真偵察型。AT-24 練習機に改造された機体。戦後の命名規則変更により TB-25 に解消。XB-25E、XB-25、e、FXB-25E はエンジン排気循環式。XB-25F は電気コイル式の除氷、防氷機能試験機。 XB-25GB-25C に 75mmM4 を追加した対地攻撃機で B-25G の原型となった。機種のガラス窓が廃止されている。B-25G 原型の XB-25G より走行及び搭載燃料が増加した 75mm 砲、搭載型 B-25 の量産型。 B-25HB-25G の改良版。75mm 砲1プラス 12.7mm ル機関銃1 4と武装強化が行われている。B-25JB-25 の最終生産型。12.7mm ル機関銃1 2爆弾搭載4000ポンズ。PBJ-1C 海軍海兵隊用の B-25C。 機上レーダーを装備しての対戦紹介を主任務とした。PBJ-1D 海軍、海兵隊用の B-25D。B-25H 型と同様に機微及び、腹部ターレットに、単層の 12.7mm 機関銃がある。機上レーダーを装備しての対戦紹介を主任務とした。PBJ-1G 海軍、海兵隊用の B-25G。 試験飛行のみ。PBJ-1H 海軍、海兵隊用の B-25H。1944年11月に改装した1機が、アセスシャングリランにおいて、発艦、着艦試験を行った。PBJ-1J 海軍、海兵隊用の B-25JNC。海兵隊では体艦及び対潜水艦任務用に5インチロケットと、 機上レーダーを装備していたが、1945年からタイニーティムロケットへと変更されていった。ありがとうございます。